2004年、コミコンインターナショナルでのラナリリー・オシャウスキー。ラナ・オシャウスキーとリリー・オシャウスキーの姉妹は、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、プロデューサー。かつては、ラリーアンディ・オシャウスキー兄弟と呼ばれたが、二人とも、性別適合手術を受けたことにより、以降は、ラナリリー・オシャウスキー姉妹として呼ばれている。なお、彼女らの姓は、 英語発音としては、ワチャウスキーに近い。ラナ・オシャウスキーは、ローレンス・オシャウスキーとして1965年に、リリー・オシャウスキーは、アンドリュー・ポール・オシャウスキーとして、1967年に、シカゴで生まれた。母ンは看護師、画家で、俳優のローレンス・ラッキンビルは二人のおじにあたる。父ロンは、ポーランド系のビジネスマンであった。 それぞれ1983年と1986年にシカゴのホイットニー・ヤング高校を卒業。当時の在校生によると、二人はダンジョンズドラゴンズをプレイしたり、校内の演劇やテレビの制作に携わったりしていた。ラナはニューヨークのバード大学に、リリーはボストンのエマーソン大学に進んだ。しかし二人とも中退し、 シカゴで大工の仕事を営む傍らコミックの創作に、勤しんだ。最初に書いた、映画脚本、暗殺者は、ディノ・デ・ラウレンティスが権利を獲得し、ワーナー・ブラザースの配給により、リチャード・ドナー監督によって映画化され、1995年に公開された。1996年、バウンドで映画監督デビューを飾る。1999年の第二作、 マトリックスが世界的ヒットとなり、名声を手にした。その後、マトリックスリローデッドと、マトリックスレボリューションズの二つの続編でも、脚本と監督を務め、その他の媒体でも、マトリックスシリーズの展開に携わった。2008年に、1960年代の日本のテレビアニメ、マッハ午後に基づく、スピードレーサーを発表する。2012年、 デイビッド・ミッチェルの小説を原作とするクラウド・アトラスをトム・ティクバと共同で脚本・監督する。2015年脚本・監督を務めるジュピターが公開。ネットフリックスで初のドラマシリーズとなるセンス8センス8が配信。2017年にシーズン2、2018年にセンス8センス8完結編がそれぞれ配信された。 2019年8月、マトリックス4の制作が発表された。コンビを解消し、姉のラナが単独で、脚本と監督を務める。映画制作に携わる以前に二人が書いていたコミック作品には、1993年に、マーベルコミックの、レーザーラインに連載された、クライブ・バーカー作、エクタ・キッドや、ヘル・レーザー、ミディアンといったバーカーの映画の本案がある。 また二人は2003年に設立したバーリーマニエンターテインメントを通じてマトリックスシリーズ関連のコミックを出版している。ラナがトランスジェンダーであるとする噂は2000年代初頭からあったが二人はこれについて直接言及してこなかった。ロビーによるとラナは2008年のスピードレーサー後に性別適合手術を終えた。2010年以降の記事で ハリウッドリポーターやニューヨークタイムズは二人をアンディアンド・ラナ・ウォシャウスキーと呼んでいる。一部の公的文書にはラナ・ウォシャウスキーと記されている。2012年7月、ラナはクラウドアトラスの解説映像で初めて女性として公の場に姿を現した。2012年10月、ラナは LGBT 団体ヒューマンライツキャンペーンから認知賞を受賞し、 スピーチで初めて自身の少年時代やジェンダーにまつわる体験を明かした。リリーは1991年よりアリサブレイジンゲームと結婚している。2016年3月8日、性別適合手術を済ませてアンリからリリーと名乗ることを表明した。姉妹ともに日本のアニメファンとして知られ、ラナはランマイチ、ニア村上春樹作品が大好きだと語っている。 過去に面会した、押井守によれば、妹は、対人関係が苦手で、一切口を聞かず目も合わせなかったという。交渉などは、当時の姉に任せていたという。ワーナーが映画化を企画している脚本には、ロビン・フッドの物語を元にした、フッドがある。また、イラク戦争を題材に、兵士の同性愛や、ジョージ・ W ・ブッシュの暗殺を描く。 CN-9 という映画の構想があったが、出資者が見つからず頓挫している。ありがとうございます。